新型コロナ対応の経験を踏まえて、中和保健所の健康危機対処計画を策定するための委員会が開かれました。健康危機対処計画は、コロナ禍で業務が逼迫した保健所の対応力の強化を図るものです。国はすべての保健所に策定を求めており、中和保健所は他の保健所の参考となる全国9カ所の策定・実践モデルに選ばれています。 計画は、感染症の発生当初や拡大期など、状況に応じ必要となる業務の内容や量を見積もり、どの業務を優先的に行うかなどを定めるもので、館内の医師会や市町村など、委員11人が9月から議論してきました。会合では、対策本部の設置や職員の応援依頼の手順を明確にするなど、計画案が示されました。 この日の会合の意見を踏まえ今後、修正などが行われ3月に計画が完成、2024年度から運用が始まります。